おお、やば。これは。はい、というわけで今日はやってきました、はい、岡山市の沖前からちょっと離れた表町ですね。どうですか？いや、でもなんかね、やっぱそのオランダでしたっけ、オランダを取り入れたねそうですね、まあそうですね、まあ、オランダにちなんだものもこの洋風な感じがこの、ね、上こういうなんかステンドガラス、ステンドガラスですか。オランダにちなんだということでちょっと旗というかチューリップと風車とうん、カレー屋さんに行こうかなと思います。はい、まあ、ここね、あの某アナウンサーのおすすめということで、あの何でもね、カツカレーがやばいということで、とりあえずやばいから行ってみてくれということで、ちょっと今日はね、そちらの方にお邪魔しようかなと思うんですけども、はいはい、ちょっと場所がね、分かりにくいというか、地下にあるらしいんですよね。地下にあるんですか？うん。本当に？謎が大きい。はい、ちょっと行ってみましょうかね。このちょっと表町の商店街の前にあるんですけど、この地下かな、オリアンっていうのがあります。この下にあるの、おお、あらわ、来ましたね、こちらですね。どんな感じかな。メニューになりますね。いろいろあります。この普通に定食あるんですね。はい、こんな感じで、あ、ドリンクもね、いろいろありますね。その中でもこのおすすめがね、このカツカレーということで、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。おお、やば、これはこれはやばい。今回こちらいただこうかなと思います。すごいな。もうもうね、やっぱりなるほどっていうね食い切れるのかな。いや、本当にそうですね。かけていきましょう。気ぃつけなあかん、これ、ほんまに。インスタ映えしますね。うん、これゴーアナウンサーです。
今まで食べた中で一番美味しいです。で、まずその普通のチェーン店とかのカレーのレベルが違う。こだわりのカレーと。いや本当になんかこれ岡山で出していいのかっていうぐらいの。今度はカツ。この岡山にはない味というか。いやあのこの間よくねあのカレー食べたんですけど、いやそんなレベルじゃないですね。めっちゃ気になるわ。本当に。はい、いただきます。この熱帯カツ。使ってみてください。外サクサク、中身ジューシーで、ほんまにいいですか。すごい、すごい美味しいです。早速、いただきます。うわー、いただきます。うん、あ、高いっすね。美味しい、これ。うん、すごいなんかこだわりのカレー。こちらカツはね、あ、絶対美味しいやつだ。うん、ハンバーグ。さあ、がっつり食べましょう。うん、お疲れ様でした。はい、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回はですね、岡山市北区中山家にありますレストハウスオリオンさんにねお邪魔させていただきました。こちらのお店なんですけど、このもう40年以上、営業されてるというね、洋食店ということで、まあ、こちらなんですけどもね、噂の名物カツカレーということで、まあこれね1キロ程度あるということで、まあ、ご飯お米が 800g 程度と、言われてますね。もうこれ味もね、なんか普通のカレーとは違う、カレー屋さんとは違う、なんかなんだろうな、欧米風というか、なんかそのヨーロッパ風のなんか結構ね、味がなんか柔らかい感じでね、美味しくいただけましたね。はい、というわけで、その他のビッグサイズのメニュー、ビッグハンバーグかな、なんかあるようです。まあその他ね、まあいろんなメニューありますんで、ぜひ皆さんも行ってみてください。定休日が、火曜日になってます。営業時間が、11時から、夜の、20時30分となっておりますので、皆さんチェックして、がっつりね、行っちゃってください。それでは、失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。